皆さん、こんばんは。パーソル、パリーグ TV ニュース、沢村緑がお伝えします。23日、パリーグは2試合が行われ、ゾゾマリンスタジアムで行われたマリーンズとライオンズの試合は、ライオンズが4対2で勝利。東京ドームで行われたファイターズとホークスの試合は、ホークスが6対2で勝利を収めました。この結果、ホークスが2位に浮上。 敗れたファイターズは3位に転落し、自力優勝が消滅しました。ここで、野球初心者、沢村緑の気になる。この、自力優勝消滅、とは何でしょうかトうは一代の恥、トワぬは松代の恥。ということで、調べてみました。今夜、ファイターズが敗れたことにより、57勝51敗2分け、で残り試合は33試合になりました。 一方、首位のライオンズは65勝42敗に分けで残り、試合数は34試合となります。このままファイターズが全勝すると、90勝51敗2分けになりますが、ライオンズが残り8試合のファイターズ戦以外に全勝した場合、91勝50敗に分けで、ファイターズを上回ります。と、いうことは、ファイターズは自分たちの力だけでは優勝することができない、これを、 自力優勝消滅と言います。ただ、優勝の可能性がなくなったわけではありません。ファイターズファンの皆さんは今こそ、心の底からの応援を選手たちに送りましょう。緑、今日もまたまた一つ、おこうになっちゃいましたね。以上、パーソル、カリーグ TV ニュースをお伝えしました。明日もお楽しみに。